はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっとポジティブな内容をやっていきたいなっていうふうに思ってて、まあ昨日ですか、中日にね、まあ敗れてしまって、1対0で敗れてしまって、まあその周囲からね、まあ2位になってしまったっていうのがあるので、ちょっとね、まあ巨人ファンの方の気持ちも落ちてるかなというふうに思って、今日はちょっとね、この部門なら、ジャイアンツ12球団ナンバーワンというところで、少しね、ポジティブな内容をね、お送りしようかなというふうに思ってます。まあ、具体的にどういった内容かと言いますと、まあ、12球団ね、いろんな球団ありますと。で、いろんな指標というかね、いろんな数字ありますよね。うん、防御率であったりとか、例えば OPS であったりとか、まあ、いろんなこうね、あると思うんですけども、その数字の中で12球団この数字ならトップという数字をジャイアンツに限ってね、数字を持ってきました。はい。で、だから非常にね、今日は僕が全て見ていく数字っていうのはジャイアンツの数字でね、これ全部12球団で言ったらナンバーワンの数字なんで、非常にね、まあ簡単に要するに言うと、まあすごくそのチームのストロングポイントというか、一番得意なところが、まあ、見えてくるよというような企画でございますと。で、まあ長々ね、話すのも聞いてるのも鬱陶しいじゃないですか。だからまず数字を見ていく前に結論だけ言いたいんですけど、簡単に言うとですね、ジャイアンツっていうのはマジで守備のチームですね。マジで守備のチーム、守備が激肩のチーム。うん。だから、まあ、安倍監督が守りの野球を、進めていくよっていう風なね、ことをシーズン前に言ってらっしゃいましたけども、本当にね、めちゃくちゃ推し進んでます。めちゃくちゃカチカチです。守備に関して言ったらね、すごいです。ほとんどがというか全部が守備に関する。まあ、攻撃ではなくて、守備に関する。ピッチャーでやったりとか、守備に関する、数字が全部ランクインしてるんですね。うん、1位なんですね。じゃあちょっと早喋れやと、早聞きたいよというふうに思っている方もいらっしゃると思うので、ちょっとまずね見ていきたいと思うんですけど、まずチームの救援陣のウィップですね。ウィップっていうのは、どれぐらいランナーを出すかという数字です。まあ要するに、例えば 1.00 というような数字であれば、ウィップがね、あ、このピッチャーは、イニング間、1イニングの間に大体、1人ランナーを出すよというような数字でございます。じゃあ逆にこれが3とか4とかになると、平均すると1イニングに4人ランナー出す、まあ、ウィップ4ってなかなかないですけど、出すよっていう風に形になっていくんで、だから、この数字が低ければ低いほどいいんですね。だから0点台とかだったら、この、例えばピッチャーは、平均すると1イニングに1人もランナーを出さないっていう数字になってくるんで、この数字は低ければ低いほどいいんですけど、実はこのね、チーム救援陣、その救援陣の、ウィップというところで、ジャイアンツ12球団1位でございます。はい、非常に素晴らしいと。で、数字見ていくと 1.02 というところで、素晴らしい数字ですね。まあ、大体言うとですね、1イニングにランナー1人ぐらいしか出さないよという数字でございます。で、まあ、これね、チーム救援じゃないですか。チームの救援陣じゃないですか。で、昨年振り返ってみるとね、救援陣、ボロボロやったじゃないですか。ボロボロ。それが、チーム救援陣のウィップがね、一番低いって、めちゃくちゃすごいことだと思うんですよね。立て直してきてるということだと僕は思うんですよね。だから、昨年のオフからですね、めちゃくちゃ補強したりとか、まあいろいろありましたけども、まあ今現状で言うとですね、間違いなく成功してるなっていうところがね、この数字見てもわかるんちゃうかなっていうふうに思います。じゃあ次二つ目見ていきましょうか。二つ目はですね、チーム盗塁阻止率。4割4分4厘で12球団トップでございます。はい、素晴らしいですよね。素晴らしいです。はい。で、これがすごいのが、チームというところがすごいんですよね。うん。今、12球団で確かナンバーワンの盗塁阻止率を出してるの誰か知ってますか？
なんとジャイアンツの、岸田選手なんですね。で、まあその盗塁阻止率っていうのは、まあ一概にそのキャッチャーだけの力ではありませんよと。やはりピッチャーのクイックモーションであったりとか、ピッチャーの例えばボールがそれてたらね、キャッチャーも止めに行かないといけないんで、盗塁になっちゃうんでね。そういったところで、まあピッチャーとキャッチャーの共同作業ですよと。もしかしたら、セカンドとかね、ショートのタッチプレイ、タッチの上手さもあるかもしれないというところで、キャッチャーが、なんかその、肩が強ければ、スローイング良ければ、盗塁阻止率上がるみたいな感じの風潮ありますけども、結果的に、全部が大事なんですね。ピッチャーもそうだし、タッチする野手も大事だしっていうところもあるんで、まあ、キャッチャーが大部分を握ってるのかもしれないですけども、そういったところも非常にあるというところで、まあ、チームのその、なんて言うんだろう、守備力っていうのも結構盗塁阻止率っていうところで見えてきたりするんですね。で、これが4割4分4厘ってすごいことですよ。で、キャッチャー、盗塁阻止率ってどれぐらいやったらいいかって言われてるか知ってます？バッティングの打率っていうのは大体3割打ったら一流バッターだよねって言われるじゃないですか。で、キャッチャーの盗塁阻止率って4割なんですよ。4割以上刺してたら、例えば、すごいよね、よく刺してるよってなるんですけど、これをチームのキャッチャーみんなで盗塁阻止率が4割4分4厘っていうのは、僕はめちゃくちゃすごいんちゃうかなというふうに思います。だから先ほど言ったように、ピッチャーの協力もちゃんとしてるだろうし、キャッチャーもレベルが高いからこの数字が僕あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあそれに付随してですね、チーム非盗塁企画というところで、そのチームが、その盗塁をされてる回数というか、盗塁を試みられてる回数っていうのもめちゃくちゃ低いんですね。だからこれは、やはり盗塁阻止率が高いから、走ってもアウトになるから、じゃあ、企画しないでおこうっていう、その意図っていうのが、意図というかその相手の気持ちがね、すごく現れてるんじゃないかなというふうに思います。それもちなみに45なんですね。これ、12球団で最小なんですよ。だから、今、相手のそのセリーグの球団からしたら、キャッチャーの、巨人の、キャッチャーから、バッテリーからは、なかなか盗塁できないから、じゃあちょっと盗塁っていう選択肢はなくそうかとか、エンドランとか、ラインのヒットでランナーを進めようかっていう形になってくるわけですね。で、次いきます。これもちょっと盗塁関係なんですけど、チームで許した盗塁の数、最小でございます。12球団。なんと25個しか許しておりません。だからまあね、こんだけ阻止率で高い4割4分4厘っていう風なところをね、叩き出してるんで、まあそれはね、許してる盗塁はそれは少ないでしょっていうところで、25個、これ最高だと思います。はい。で、やっぱりね、僕、ちょっと巨人ひいきになってしまうかもしれないけども、12球団見渡して、こんだけレベルの高いキャッチャーが、複数名いる球団って僕ないと思うんですよね。だから、今は今年ね、岸田選手が結構出てますけども、岸田選手に、まあ、大城選手に小林選手、で、ファームになんかまだ山瀬捕手とかもいるから、そういったところで、こんだけ年齢もね、こう、いい感じにばらけて、それぞれがね、特徴を持ってて、で、なおかつ、誰もがね、誰でも一軍でマスクを被って任せられるっていうレベルのキャッチャーが3人、4人いるっていうのは、他の球団であるんかなって、僕はあんまり他の球団のキャッチャー事情めちゃくちゃ詳しくないんで、ちょっと断言できないですけども、でもそんなキャッチャー、レベル高いキャッチャーが3人、4人いる球団って他にあるっていう感じなんでね。そういったところで、まあ僕もね、キャッチャーに対してね、ちょっとこうね、苦言を言うこともありますけども、でも振り返ってみたらやっぱりね、巨人は恵まれているというか、キャッチャー陣がね、非常にレベルが高いんで、そういったところで、僕も含めてね、巨人ファンは目が超えてるんじゃないかなっていう、キャッチャーに対してね、そういうふうに思います。で、こっからちょっとまた守備なんですけど、チーム失策。チームの中でエラーの数ですね。チームの全体のエラーの数、なんと29個。12球団最小でございます。はい。だからこれね、めちゃくちゃすごいよ。まあその、やっぱりね、まあ外野手がエラーするってあんまりないから、どっちかというとやっぱ内野が主になると思うんですよ。で、カチカチやん、内野とかを見ても。だからカズマがサード入ろうが、やっぱカチカチやんか。で、ショートね、伊豆口選手だってか、門脇選手ね。ちょっと、門脇選手が今8個か9個くらいエラーしてるけども、でもそれをもってしても、チーム失策29って少なすぎるよ。えぐいよ。だから僕思うに、特に内野の守備でね、本当に貢献してくれてるなと思うのが、吉川尚輝選手ね。えぐいよ。
えぐい、その、指標というかね、UZA やったっけね。なんかあるじゃないですか。あの指標があるんですよ。守備の指標もね。12球団、ダントツトップなんですね。だから、今年これで、もしゴールデングラブ取れないとしたら、僕マジで抗議しようかなっていうふうに思ってるぐらい、でもそれぐらいすごい守備してるんですね。だから見えない、普通にやってるようだけど、普通じゃないみたいな。だけど、もう巨人ファンは、直樹だったら当たり前だよねっていうふうになってるから、多分ね、もしかしたらね、巨人ファンの方が他の球団のファンになったとして、セカンド違う選手が守ってるじゃないですか。多分耐えられないと思う。多分耐えられない。え、直樹やったらそれ取ってたってみたいな感じになるから。ほんまに、だから直樹さんの守備範囲もそうだし、グラブさばきもそうだし、身のこなしとか、ちょっとありえないレベルなんで、まあ、その、直樹さんだけの、貢献ではないよ。みんなの、失策が少ないというところで、みんなが頑張ってるんだけど、でも特に僕は、この今年ね、吉川直樹選手の守備っていうのはもう磨きに磨きがかかりまくってんちゃうかなっていうふうに思うので、そういったところで、素晴らしい、守備陣がね、バックにいるということじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、まあこれもね、失策に付随するんですけども、チーム守備率ですね。やっぱりこんだけエラーが少ないということは、その守備率というところも高くなるというところ。で、守備率なんと9割9分1厘。すごい。ほとんどエラーしない。ほとんどエラーしない。ほんまに、100回来て、じゃあ1000回来て9個エラーするっていうぐらいなんで、マジでほとんどエラーしないっていう計算になるんですね。だから、そういったところで、まあその、守備のチームですよね。もう巨人はどう考えてもピッチャーもそうだし、まあ野手の、まあ盗塁のキャッチャーもそうだし、守備のね、失策の少なさっていうのもそうだし、やっぱり、打ち勝つ野球ってなんか見てて楽しいのよ。やっぱりこう、バンバン打って点入ってって楽しいけども、やっぱり足元救われることってあんのよ。だからやっぱり、阿部監督が掲げるね、守り勝つ野球っていうのは、今年ね、ホームランが結構少なかったりとか出てる本数がね、少なかったりするんで、そういったところで僕は結構合ってるんちゃうかなっていうふうに思うし、最近ね、打撃というところも、ちょっとずつ上がってきたところもあるので、そういったところで、高い守備率と、徐々にね、まあ、開幕じゃ打てなかったけども、そっからこう、ガーってこう、上がってきた打撃陣が、こう、合致すれば、僕優勝あるんちゃうかなっていうふうに思ってるんですけど、これ僕だけですかね。てな感じでね、今日はね、ポジティブなところを見ていきましたけども、まあやっぱり、まあ予想通りでしたけども、やっぱり守備のところがやっぱり12球団でナンバーワンの指標が多いなっていうふうな感じをしました。別にね、それはチームの特色というか特徴ですから、まあいろんなチームのね、特徴があるので、そういったところで、まあ、ジャイアンツは守備のチームだよと。守備が硬いよというところで、まあ、これからもね、頑張っててもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わります。バイバイバイ。